どうすればいいのかなは、渡辺茂雄作、大友康江による絵本である。子供の友年賞版の第一号であり、書出は1977年4月に刊行された。1980年6月、福音館書店から単行本絵本が発刊された。渡辺、大友コンビによる、熊くんの絵本シリーズの第一作である。小さい、熊くんを、 主人公としたシリーズの第一作。このシリーズでは、熊くんを通して、子供たちの日常生活が描かれている。読み聞かせの対象は一切半以上となっている。福音館書店では、2、3歳向きの絵本のうち、子供の日常生活に沿った絵本の、おすすめ本のうちの一冊として、本書を挙げている。熊くんの絵本シリーズは1985年までに、いただきます。 こんにちは、用意ドン、ドロンコドロンコ。僕運転できるんだ。僕をうちを作るんだ。行ってきます。お父さんが祖母、お風呂だ、お風呂だ。が、子供の友年賞版から出版され、うち7冊が単行本絵本で2012年現在も入手可能である。本書では、子供の生活の延長線上にあるパンツを履くなどの行為について、 熊くんが奮闘する姿が描かれており、白という子供の経験と、白という言葉の意味がぴったり重なり合い、白という行為の意味を悟ることができるようになる。1993年には、How do I put it on のタイトルで英訳され、Red Fox から出版された。日本でも2000年、福音館書店から英訳本が出版された。熊くんは、シャツをどうするのかな パンツはどうするのかな帽子はどうするのかな靴はどうするのかな ?1998 年1から6月に月1回で産経新聞で連載された加藤和子の我が子と読む本で本書が選ばれている。ありがとうございます。